はいどうも皆さんこんにちは、ピュアキングです。じゃあ早速ゲームやっていきたいと思うんですけど、ママに会いたい。このゲームね、確か両腕だったっけな、腕をなくした女の子がママに会いに行くっていう物語なんだけど、これをねやってくださいって言ってくれた風花さんとビッタさん、ありがとうございます。なんかね、ありがたいことにピオキングさんこのゲームやってくださいって言ってくれてるね方はポチポチいるんだけど、この2人はなんでかね僕のツボをちょうどついてきてて、ぜひねやらせていただいてます。それじゃあ早速やっていきましょう。意外と絵が漫画調だな、このゲーム。ママどこ、え、ちょっと待って急に来たんだけど、眼球が急に来たんだけど、目玉の親父か。腕がねもうちょっとロボっぽいよね。ここはどこなの、あれ気づいたのか、虫、あ、虫か、虫ね、虫ってあの虫かと思ったわ。仕方ない、ママを探しに行こう。え、これで動けんの、あ、こういう感じなんだ。絵がなんかちょっと変わってるけど、こういう感じなんだね。で、メニュー画面とかあるのかな。エスケープキーで、なんかこれ開いたけど、なんだこれ、ハテナばっかしか書いてないぞ。確かに腕ないな、両腕ないね、この子可愛いんだけどね、めっちゃ。あ、で、スペースキーで記憶、セーブするか。え、今セーブしたの俺、何も書かれてなくない。そして走るみたいなんないのかな。ちょっと説明書見よう、説明書。これ特に走るっていうことはないみたい。それじゃあこの目玉の親父に話しかけてみる。え、話しかけれないのこれ。あら、これ話もかけれないのか、ほんと移動するだけ。まあこのドアしかないよね。ここから外に出られそうだけど、どうしようかな。まあ行くしかないよね。なんだこれ、どこの世界だこれ。え、ディーモン、まるでディーモンなんだけど。え、なになに、は、なんだこれ、今の死んだパターン、え、死ぬパターンとかあんのこれ。それじゃ違うとこ行ってみる。俺ストーリーが進むと思ったんだけど死んじゃったよあ、下も行けるんだ、なるほど。で、この目玉の親父、あ、ちょっと待って、こっちね、こっち、この目玉の親父に話しかけよう。ねえ目玉さん、出たらダメです、うー意地悪。一応この目玉の親父って味方っぽいよね。なんか可愛く見えてきたな、この目玉の親父が。そして右に行けない、今度は左に行ってみるか。じゃあなんもないな、左も。このパソコンの画面でなんかできない、できない。え、なんもできねえなこれ。あら、どうすればいいんだ。この目玉も話しかけれないもんね。なんか誰かに見られてる気がする。いや、こいつに見られてるよ、もろ目合ってんじゃないのそれえ、待って、行くとこわかんない。そういえばおててどこに行ったのかな。おててどこに行ったって、もともとなかったんじゃないの、ロボットみたいな感じ。あらー、やばい、マジで行くとこわかんねえぞこれ。この中におててあるかな。うん、おててないから探せない可愛いな、なんか言うことがちょっとね普通じゃないけど可愛いって思える。あら、マジで行くとこわかんねえなこれ。左もダメだし右もダメだったもんね。どうしようかな。いや、ダメだよね、まだ出た。目玉さんに確認してから行こう。外に出ていい、外に出ていい、ママに会いたい。お、さっきとちょっと変わってる。どこに行けばいいの。どうしてもママに会いたいですか、どうしても。どうする、目玉、あっち。監視に気をつけてください。監視って何、あなたたちの敵です。うん、何それ、わかんないけど気をつける。よし、それじゃあ行ってみるか。
この目玉がセーブか。オッケー、待って、1番でいいや。1番でこれが監視ってこと？この均等のちっちゃいやつみたいな。うわ、なんだこれ。やっとお目覚めかい。君のお兄さんはとっくに目覚めているという。喋った。君は何なの？僕たちは外から来た種だ。まあ出来損ないなんだけどね。このまま2日も経てば消えるさ。僕みたいに喋られるやつもいれば、会話すらできないやつもいる。会話ができても自分が特別だと言い張るバカもいる。へえ、出来損ないなんだ出来損ないって何？君自身だって同じようなものだろう。そうなの、わかんないや。ごめんね、今はママに会わなきゃいけないんだ。そうか、まあ頑張れよ。うん。出来損ないとか言うなよ、種よ。種よ、出来損ないとか言うな。こんな可愛い子に向かって腕もないんだぞ。そういう子がね、ママに頑張って会いに行こうと思ってると、なんかある。急になんか来たんだけど。とりあえずセーブして。この子はなんだ、腕あるっぽいな。この子、これは誰だろう。あ、寝てんのか。どうしよう、寝てるのかな。起きて、スピースピョースピョーとか言う、スピョーとかで、髪型一緒なんだな。え、今思いっきり体当たりしたよね。目開いた、目開いた。なんとも大胆な起こし方だ。君は？俺はお前の双子のお兄ちゃんだ。え、明らかに女っぽいよね、髪型が。ようやくお前も目を覚ましたんだな。お兄ちゃんか。寝てたのはお兄ちゃんの方じゃないまあそらそうだよね。お前もさっきまで寝てただろ。そんなことより、お前も監視に腕を取られたのか。二人揃って取られちまったなってな。さすが双子って感じだ。え、お兄ちゃんも腕ないの？なんかちょっとあるようには見えるんだけど、腕ないのか。監視って何？監視は時々やってきて、俺らの一部をちぎって持っていくんだ。どうして？さあね、そこまでは俺もわからないさ。大きな音が聞こえたら注意しろよ。音が聞こえた後すぐに眠たくなって、起きて気づくとどこかをちぎられている。少しずつ少しずつちぎられていって、最後はそのまま溶けて死ぬらしい。やだよ、ママに会いたい。そうだな。だけど俺らはいろいろ足りないんだ。俺は片目と足がないし、お前は脳と腕が足りない。どうしたらいい？あ、まずは腕よりも脳かな。脳をどうやって取り戻すんだ頭、脳ないの？頭あるよ。そういうところだな。今のお前じゃママに会えたとしても迷惑をかけるだけ。だから最初は脳が必要だな。ママたちは見た目以上に頭を欲しがる。ママに会いたいなら頭を優先しろ。へえ、頭と脳ってやつか。よくわかんないとりあえず脳みそかな。まずここから出た、すぐにママの声があってな。今なら何か聞こえるかもしれないから行って聞いてこい。意外とね、このお兄ちゃんと喋ってる時平和的な音楽だったよね。あ、これか。この口のことかな。く、い、よ、なんだろうこれ。あんたが何々せいで何々に嫌われる。お腹からなんとかってよ。女って、女になんて生まれるんじゃなかったとか、そんなことかな。もしかしてママは女の子が嫌いなのかな。それじゃあ右に行きましょう。で、これ下に行けるかな。下はミリ、下は無理。こらこら、君、そっちに行くのはやめときなさい。監視がまだいるかも。ママの話を聞いたから、もう一回お兄ちゃんと喋ってみるか。もしかしたらなんか変わってるかもしれない。さて、お兄ちゃん、話をしようじゃないか。どうだ、ちゃんと聞いてきたか。うん、ちゃんと聞いてきたよ。なんかこの音楽めっちゃ癒されるわ。この世界観と全然合ってないけどね。ママは女の子が嫌いだって言ってたから、男の僕が助けに行くの。え、この子男なの？女の子じゃないの？俺てっきり可愛い可愛い言ってたんだけど、女の子なんだ。ここにいるだけじゃダメだ。そこら中歩き回って脳を探してこい。分かった。本当に分かってるか。分かってるよ、このピオキング。脳はあるから。
もしよ何をすればいいかわからなくなったら遠慮なく聞きに来い。お兄ちゃんめっちゃ優しい。でも待って、俺まだ未だに気に食わないことがあるんだけど、これ男なの？この子女の子でしょ、どう見ても。まあいいや、セーブしよう。それじゃあね、脳を探しに行こっか。まあ行くって言っても右しか行けないからな。ここも右行けないでしょ多分。あ、行けた行けた、オッケー、来たぞ来たぞ。出来損ないだ、出来損ないの片割れ。本当だ、ひどい、醜い。お前らだって醜いじゃん、頭もすっからかん。いや、お前ら体すらねえじゃんかよ。喧嘩売って。僕知ってる、君たちは種さんだよね。違うね、ただの種じゃないぜ、僕らは選ばれし種だぜ。卵に合う権利を持った優秀な種。へえ、難しい言葉使うんだね。君たちは種さんだね、よろしく。マジでこいつバカだな。なんだろうなんだろう、上ラリってけど上のやつラリってない、これ。なんかめっちゃついてきてるんだけど、いや邪魔邪魔邪魔。これは何々1の1人目の何々を、 なんだろうこれ、全然わかんねえ。まあ確かに、なんて考えなかったから、まさか産むなんて何々に、いやわかんねえなこれ。もうなん現実逃避をしていたかな、一番下。何言ってるのかわかんない、確かに全然わかんねえな。待って、これ邪魔なんだけど、この子。よし、足りないやつだ。残念な子残念な子、さっきからなんかひどい言われようだな。2人目の子を産んだのはかなり焦ったとかそんなんかな。1人目のように簡単には何々な何々もし、ちょっとわかんない、マジでわかんないこれ。これ種と話しかけれんの？種とは話しかけれないな。てかこの主人公に名前欲しいんだけど、呼びにくいな、まあ、主人公でいいか。ここは入れないか。種死んでんだけど、この種さん全然動かない。う、寒い、干からびる。そこのあなた、あなたに渡したいものがある。でもその前にお湯をください。お湯って何？温かい水が欲しい。温かいお水をかければ助かる。どっかで手に入れてこようか、温かい水を。お湯か、お湯を。ここら辺から出てない？これお湯じゃないの？これなんかいかにもなんかお湯が出そうな見た目だけど、お湯じゃないのか。これ下に行けるっぽいな。これ下に行けないか。あー、行けない。よし、行けた。ここお湯いっぱいあるぞ。これ血だろ。でもこれどう考えてもここから出てるのあったかい。どうやってでも持っていくんだろう、このお湯を。なんか沈んでる、なんだろう、グニグニしてる。拾っておこうかな、拾っておこう。加えてない、これ。なんだこれ、なんこれ、ちょっと見た目気持ち悪いな。とりあえずこの口に話すか。いやいやいや、マジでなんて言ってっかわかんない。稼がなきゃ何々たくさんの、わかんない。とりあえずこの加えたやつをどうすればいいんだろう。めっちゃ怖いな、めっちゃ不気味な絵だなこれ。この子にあげればいい、もしかして。この破片、破片、へんへん。そこのあなた、ほへほへ言ってるけどわからない、ほへ。これ何に使うんだろう、ちょっとお兄ちゃんに聞きに行ってみる。これ何に使うかわかんないや。これ脳じゃないもんね、見た目的に。お兄ちゃんのところまで行って聞いてみよう、これが何なのか。多分なんか答えてくれると思うんだよね。よし、それじゃあお兄ちゃんにこの口に加えてるものが何なのか、とりあえずそれ下に置け。でね、このグニグニみたいなやつで水を汲むものが欲しい。なんで？あっちに種さんがいたんだけど、あったかいお水が欲しいって言ってたの。これじゃ作れないかな。その前に水を入れる器みたいのがないと、これを器に縛れば首にかけてお前でも持っていけると思うぜ。
そっか、器みたいなのどこにあるかな。お前が寝てた部屋なら何かあるかも。ちょっと目玉のローに聞いてきな。オッケー、いいね。それじゃあ目玉のとこ行こうか。器でしょ。コップ、え、何、待って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 、これもしかしたら観察、監視してるやつらか。ちょ待って、逃げよう逃げよう逃げよう。おー、何かそこにいるの。じゃあちょっと待って、まずいまずい。え、いやいや絶対に逃げれんよね今の。よし、それじゃあまた多分同じことが起きると思うんだけど、この音が出てからどうすればいいんだろう。とりあえずお兄ちゃんのところに隠れるか。それよりも目玉さんのところに行かなきゃ。え、どうすりゃいいのこれ。誰かそこにいるのってなるよねここ来たら。ほら何かそこにいるの。あ、動かなかったらいいのかこれ。もしかして動かないっておこうか。動かなかったら捕まらないのかなこれ。これ動いたら俺死ぬよね今確実に。動いてみるこれ。あ、やっぱダメだ。ここで動かないで一時待ってみよっか。これどうするんだろう。なんかアイテムかなんか使うのかな。いや、アイテム使うとかないもんね。この状態でね、動かなかったらこいついなくなると思ったんだけど、全然いなくならないから攻略法が違うのかもしれない。絶対逃げてやるぞ俺あいつから。じゃあ速攻左に一回行ってみるか。右は絶対に行けないからね。動けるようになった瞬間左にすぐ行くわ。で、兄のところにすぐ逃げよう。そう、動いて、そして左。早くねあいつ早くね、なんこれ早すぎなんだけど。あの人、こいつが出てきたらね、もう右のあの扉のところには行けないもんな。で、左もさっきも行けなかったでしょ。じゃあ左行ってすぐ右行ってみるか。そして、お、待って待って待って、どうしようどうしよう。こっち上か、暗くて見えない。マジか、ちょっと待って、マジ、ま、なんか遅くなってるけど。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと、はは、え、なんか遅くなったよね。わかった俺、わかったぞこのゲームの攻略法が。次ね、行けるかもしれない。で、こいつが来るんで右行くんで左また行くでしょ。え、早っ。次こそはね、逃げてみせようじゃないか。よし、で、ここ行ったらこうね、遅くなるのはわかるんだよね。で、次左、あの種邪魔だな。種が邪魔なんだよね。で、ここ右行って、で、次左行くか。そして待って、やっぱお兄ちゃんのところ。お、あ、いいねいいねいいね、逃げるそう逃げるそう。よし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 、お兄ちゃん助けてくれ。来たね、なんかおっきいのがいたよ。何あれ。それが監視ってやつだ。この部屋には入らないんだ監視って。なんだろう、すごく眠い。やばい、俺も、え、なんか取られんの。おい起きろ、朝だぞなんかすごい癒されるわこの音楽、本当に癒される。一応これホラーになるのかなこのゲームって。こんな音楽のホラーを俺はやったことがない。ホラーゲームをやっててこの音楽は本当にめちゃくちゃ癒されるわ。そしてこのね、兄弟の絡みもね、めちゃくちゃいいよね。なんかほっこりする。ここに監視は入ってこないみたいだな。ただ単に俺らが狙いじゃないだけかもしれん。じゃあ監視が来た時はここに来ればいいんだ。確実ではないけどな、監視はいつどこで現れるか俺にもさっぱりわからん。分かった、僕もここで引きこもればいいんじゃないかな。引きこもってるとママに会えねえぞ。それに今のお前じゃママに会うことすら難しい。そっか、じゃあ行ってくる。あ、いい子だ。オッケーオッケーオッケー、逃げることができたな、よかった。それじゃあね、しっかり3つセーブしたところで、今日のママに会いたいはこの辺で終わりたいと思います。それじゃあまたね。